カピターニ・ロマーニ休憩巡洋艦。カピターニ・ロマーニ休憩巡洋艦。インクロシート・アレジェロ・クラース・キャブイタニ・ロマニーとは、イタリア海軍の軽巡洋艦の艦級である。本級は、イタリア海軍が、第二次世界大戦中に最後に巡航させた、軽巡洋艦である。本級の各艦は古代ローマ軍の隊長クラスの軍人の名にちなんで命名されたことから、カピターニ・ロマーニ級と称された。 設計は造船艦、ウンベルトプリエーゼとイナッツァオ・アルファーの。本級は、フランス海軍が整備し続ける大型駆逐艦に、対抗して建造されたクラスである。イタリア海軍が大戦前から整備していた、コンドティエリガあっ軽巡洋艦は、フランスの軽巡洋艦に対抗するためにを、重ねるごとに大型化し、全級の、ルイジ・ディ・サボイア・デュカ・デグリ、アブルッチ級では、 基準排水量9440トンという前代戦時の走行巡洋艦並みの大きさに達するに至った。大型化した船体は建造費の高騰と建造時間の浪費につながり、さらには既存の駆逐艦との随伴能力も危ぶまれた。そのため、新しく建造される軽巡洋艦は小型軽巡洋艦として設計をし直すことされた。そして、 高速性能確保と建造費の抑制のために装甲を省き、船体を小型化した艦として研究されることになった。タイプシップはソ連海軍から建造依頼された多種ント型大型駆逐艦にとった。当初の計画では副武装として6.5センチメートル64口径、広角砲6門と水蒸気1機を搭載し、軽度な防御を船体に施した。 形状二洋艦として要求されていたが、線形が小型であったために防御はカットし、広角砲は諦めて三点七センチメートル機関砲を搭載するに改められて建造された。戦時中十二隻が計画、建造されて、多くが建造中止となり収益したのは三隻だった。本級のうち二隻は賠償艦としてフランスに引き渡れて、シャトールの旧級形状に艦、シャトールの。 旧アピティオレゴロとギシャン、旧スキピオーネアフリカーノとなった。このうち、ポンペオマーノは戦後の1950年に一旦除籍した後、近代化改装を受けてサンジョルジョ2代と改名されて再収役された。これに伴い、1956年にジュリオゼニマニコが対戦警備官に改装されたサンジョルジョの同系官としてサンマルコ。 2台と解明して完成した。この2隻はと呼ばれる。本級の船体形状は全級までの朝鮮首老型船体とは異なり、強い視野を有する平ら乾板型船体とした。前後甲板に本級から採用された新設計の1938年型13.5センチメートル45後継手法の連想砲塔を背負い式で核2機配置。 1.2番手法等の後方には円柱型の即居技を乗せた等型環境と軽量な三脚小構造の前、小柱がある。その後方の2本の煙突の間には探偵用集クレーンがあり、2番煙突の前後が探偵用集位置となっている。2番煙突前後には、 連装魚雷発射管を上下に配置した変形53.3センチメートル4連装魚雷発射管が2機配置されている。この発射管は両限に発射可能であるため、片原8本の魚雷を射出可能である。煙突の両脇から完備にかけて、機雷の投下機場が左右合わせてに追い設けられている。収益後の百四十三年には、アッティオレゴロとスキピオーネアフリカーに、 国産の EC3 型レーダーが搭載された。サンジョルジョとサンマルコは1963年から1965年にかけて候補生130名を収容できる練習艦に改装され、レーダーを最新のものに改めるとともに環境が箱型となったほか、機関をコダグ形式に改められるなどの近代化改装を受けて、艦姿が一変した。 手砲は 12.7cm、38口径、広角砲を連装砲がで3機、近接火器として、母メ図 4cm、56口径機関砲を4、連装砲がで元と、連装砲が4機に改められた。他に、対戦兵装として、ランチアバス3連装対戦迫撃砲1機と、爆雷投射機4機が搭載された。手砲は、 カイヨドゥイリオ9000の複砲にも採用された、オト1937型13.5センチメートル45口径砲を採用した、重量32.7キログラムの砲弾を使用した、倍角四45度での射程距離19600メートルである。この砲を、本級では、連装砲塔に収めた。不要能力は、角四45度、深く7度である。 旋回角度は、船体守備戦方向を0度として、砲塔が左右120度の旋回角度を持つ。手砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は毎分6発である。本級に搭載されたものは、弊社砲であったが、同時期に建造されていた、エトの休憩巡洋艦では、 両用法に改修して搭載する予定であった。広角砲は持たず、主力対空兵器に、ブレダ射製1939年型 37mm54、後継広角機関砲を採用した。この砲は 1.63kg の弾を、行角80度で 4000m の高度まで到達させることができた。旋回と浮上は主に人力で行われ、 左右方向に120度旋回でき、不行は行角80度、不角10度で、発射速度は毎分90から120発だった。これを連装砲画で、環境の両脇に3機ずつ、計6機、水の両脇に1機ずつ、計2機の総計8機16門を配置した。他には同じく、ブレダ諸星1929年型 20mm、65、 後継機銃を連装砲がで4機8丁を2番、煙突四隅に配置した。水雷兵装として53.3センチメートル4、連装水鳥魚雷発射管を2機装備した。前級のルイジ・リサボイア・デュカデグリ、アブルッチ級は、ヤーロー式重油戦傷水管艦,艦8機を搭載していたが、本級は軽量化のために、ソーニクロフト式重油戦傷水管艦,艦4機へと艦の、機数を少し、 これに、ベルツツ式ギアードタービン2機に軸推進を組み合わせた。機関配置は、イタリア近代巡洋艦電灯のシフト配置で、ボイラーを1室あたり1機を搭載して2室とタービン1機を1セットとして、5、計2セットを配置した。艦首側のボイラーとタービンは右舷寄りに配置されて、右舷軸を駆動し、管理側は左舷寄りに配置して、左舷軸を駆動した。 最大出力は11万 HP。大やけにおいては、計画速力の40ノットを発揮したが、実用速力は36ノットとされた。航続能力は25ノットで3000回りと、計算された。本級は高速能力を発揮する代償として、防御装甲を持たない艦として設計された。設計段階においては、最小限度の防御はされる予定であったが、設計中に、 重量型が判明したために、走行防御は断念さた。このため環境に 15mm、主砲塔に 20mm などの断片防御の走行が貼られただけであった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。